風車を折ります。まずこちらを半分に折ります。開きます。折り目に合わせて半分に折ります。向きを変えて同じように折ります。軽く開いて角、折り目から折り目まで斜めに開きます。このまま折りたたみます。反対側も折ります。こちらの、角の向きを上と下に向けます。こちらで完成です。